エルサルバドル共和国、通称エルサルバドルは中央アメリカ中部に位置するラテンアメリカの共和制国家である。北西にグアテマラ、北と東にホンジュラスと国境を接しており、南と西は太平洋に面している。中央アメリカ5カ国のうち唯一カリブ海に面していない。首都はサンサルバドル。カリブ海諸国以外の米州大陸部全体で最小の国家であるが、 歴史的に国土の開発が進んでいたこともあり、人口密度では、米州最高である。正式名称はスペイン語で、ラプーブリーカデーエルサルバドール。通称、エルサルバドール。エルナンコルテスの部下として1524年に、やってきた、ペドロデアルバラードによって、救世主を意味するエルサルバドールと名付けられた。公式の英語表記は、リパブリック・オブ・エルサルバドール。通称、 エルサルバドール。日本語の表記は、エルサルバドル共和国。通称、エルサルバドル。エルサルバドル、エルサルバドールとも表記される。漢字表記は、旧西ヌシ国。紀元前のこの地には、モンゴロイド系の先住民、すなわち、インディヘナが暮らしていた。先古天気中期には、オルメカ文明の影響を受け、チャルチュアパなどに、祭祀センターが築かれた。一世紀に、 イロパンゴ火山の噴火に伴い、先住民は、グアテマラのペテンテーチなど、テ地チマや地域に避難したと考えられている。先古天気候期の薄タン式土器や石碑を刻む、伝統も伝播した。6世紀末、ロマカルデラ火山の噴火に伴い埋まった、集落保屋でセレンは、保存状態が良好であったため、世界遺産に登録されている。 10世紀頃には小王国がいくつか成立し、そのうちピピル人は、クスカトランを首都にして16世紀までに統一王国、クスカトラン王国を建設しつつあった。征服者、ペドロデアルバラード。1524年に、スペイン人、エルナンコルテスの部下ペドロデアルバラードが、クスカトラン王国を征服しようとした。インディヘナは一度スペイン人を打ちまかし、 グアテマラに撤退させるが、1525年に再び、やってきたアルバラードの攻撃により、ベルムーダ氏はサンサルバドル氏と解消された。その後、1528年には、エルサルバドルのほぼ全域が征服された。スペインの支配に入った後の1560年以降は、グアテマラ総特領の一部として管理下に置かれ、農業や牧畜業、藍の生産などが営まれたが、 中央アメリカの中では、グアテマラと並び開発された地域だった。中米連邦の擁護者だったフランシスコ・モラさん。19世紀前半には、インディアス植民地各地のクレオジョたちの間で独立の機運が高まった。1789年のフランス革命以来のヨーロッパの政治的混乱の中、ナポレオン戦争により、フランスに支配されたスペイン本国では、 1808年からナポレオン支配に対するスペイン独立戦争が勃発した。フランス皇帝、ナポレオン・ボナパルトがボル・ボンアサのフェルナンド7世位を退位させ、兄のジョゼフをスペイン王補正一世に据えると、インディアス植民地は行への忠誠を拒否した。1811年から独立闘争が本格化し、1821年9月15日に、 グアテマラソ督特領が独立すると、エルサルバドルもスペイン支配から解放された。1821年9月16日に独立した、アグスティン・デイトルビデ皇帝の第一次メキシコ帝国に他の中央アメリカ諸国と共に併合されるが、1823年のメキシコ帝国の崩壊に伴い旧、グアテマラソ督特領の5州は中央アメリカ連合州として独立し、 1824年には中央アメリカ連邦に加盟した。エルサルバドル出身のホセ・アルセが初代大統領となるが独立後の自由主義者のフランシスコ・モラさんをはじめとするエルサルバドル派と保守主義者のラファエル・カレーラをはじめとするグアテマラ派の内戦の中で1838年に中央アメリカ連邦は崩壊し、1841年には中米連邦の瓦解に伴い、 エルサルバドルとして暫定的に独立を果たした。この時にアメリカ合衆国への併合を求めたが断られている。その後すぐに連邦再建を求めての内乱やグアテマラとの戦争が発生したが、1857年には中米連合軍の一員としてアメリカ人の傭兵ウィリアム・ウォーカー率いるニカラグア軍と戦った。その後は軍事独裁政権が 相次いで成立し、その間に対外戦争や独裁打倒運動が行われた。また、この時期にコーヒーをはじめとする監金作物のプランテーションが多数設立された。1872年から1898年のアイダエルサルバドルは連邦再結成派の機種となり、1896年にはエルサルバドルを中心にして、ホンジュラス、ニカラグアと共に、 中央アメリカ大共和国が設立するが、1898年には崩壊した。ファラブンドマルティ。20世紀に入り、1907年からメレンデス一族の独裁が始まると、一時的に国内は安定を取り戻したが、世界恐慌で主要産業のコーヒーが打撃を受け世状は再び不安定となった。経済危機の混乱の中、1931年に、 マクシミリアーノ・エルナンデス・マルティネスが、クーデターで、メレンデス一族から政権を掌握し、先制体制を敷いた。その間激しい言論弾圧が行われ、ラマタンサにより、反独裁運動を始めようとしていたファラブンド・マルティを、はじめとする共産党員や、西部のピピル族などおよそ3万人が虐殺された。1934年、満州国を承認。1935年、 ホリヨシタカ発、第中エルサルバドル日本公使が着任し、正式に日本との間で外交関係が成立した。第二次世界大戦では、新米派として連合国の一員に加わるが、1944年にはクーデターが起き、マルティネス独裁体制は崩壊した。しかし、その後も政情は不安定で、クーデターによる政権交代が相次いだ。 そうした中で1951年にはサンサルバドル憲章が中米5カ国によって採択された。エルサルバドルは1960年に発足した中米共同市場により最も恩恵を受けた国となり域内での有力国となった。こうして1966年にようやく大統領選挙によってエルナンデス政権が発足するなどの安定を見せたが、 1969年には、サンサルバドル憲章以後も、国境紛争や農業移民、経済摩擦など多くの問題を抱えて不和だった、ホンジュラスとの間で、サッカーの試合をきっかけとしたサッカー戦争が勃発した、オスカル・ロメロ。聖職者として、エルサルバドル人のために尽力したが、1980年、教団に倒れた。2018年に劣勢されている。 エルサルバドルでの虐殺を描いた壁画ホンジュラスとの戦争後30万人にも上るエルサルバドル移民がホンジュラスから送還されたことなどにより経済、政治ともに一気に不安定化した。1973年の選挙結果の劣造以降軍部や警察をはじめとする極右勢力のテロが吹き荒れ汚い戦争が公然と行われる中でそれまで 中米一の工業国だったエルサルバドルは没落していくことになる。1977年には人民解放戦争を名乗る左翼ゲリラに政府観光局長、外相が相次いで誘拐されるなど治安の悪化は顕著なものとなった。1979年にニカラグアでサンディニスタ革命が起きるのと時期を同じくしてロメロ政権が軍事クーデターで倒され、 革命評議会による暫定政府が発足した。しかし、極右勢力のテロは続き、1980年には、サンサルバドル大司教、オスカル・ロメロをはじめとする聖職者までもが、次々と殺害されていく状況に耐えられなくなった、左翼ゲリラ組織ハラブンド・マルティ民族解放戦線が、抵抗運動を起こし、1992年までの長きにわたって続くこととなり、 7万5000人を超える犠牲者を出したエルサルバドル内戦が勃発した。事態の収拾のために暫定政府はアメリカ合衆国の支援を要請し、エルサルバドル支出を外交の命題に掲げたロナルド・レーガン。合衆国大統領は中米紛争に強圧策を持って臨み、軍や極右民兵に大幅な手こ入れを重ねた。1982年には、 政府と革命勢力の連立政権が成立したが、これも極右勢力の妨害によってすぐに破綻した。こうして、ニカラグアの革命政権からの援助を受けてゲリラ活動を展開する FMLN と政府軍との内戦は泥沼化の予想を呈した。1984年にはナポレオン・デュアルテ大統領が政権を担い、FMLN との首脳会談を実現した。 しかし、この間政府軍、ゲリラ双方による弾圧、虐殺、暴行が横行した。特に政府軍のそれは、半ば公然と行われたが、アメリカ政府はそれを恣意的に無視して、政府軍を支援し続けた。1989年にはクリスティアーニが大統領に選出されたが内戦は収まらなかった。1992年に、 ようやく国際連合の仲介で和平が実現し1000人から、なる PKO の派遣が決定、実施され、7万5000人にも及ぶ死者を出した、エルサルバドル内戦は終結した。FMLN は合法政党として、再出発し、1994年には、総選挙が実施され、ARENA の候補である、カルデロン大統領が選出される一方、FMLN が、第二党になった。 2001年にドル化政策が実施され、それまでの通貨、コロンに代わり、米ドルを自国の通貨として流通させるようにした。ドルとコロンの間は1ドルイコール8.75、コロンの固定レートにより取引されていた。現在、旧通貨コロンはほとんど流通していない。また、2003年には、新米政策からイラクへ派兵し、2008年末まで、 中流し続け、ラテンアメリカで、イラク派兵を行った、唯一の国となった。2009年3月15日、大統領選挙で、ARENA のロドリゴ・アビラを破って、FMLN のマウリ氏をフネスが勝利し、20年間続けてきた、新自由主義路線の与党 ARENA からの、初の政権奪取を実現し、左傾化が進むラテンアメリカ諸国に、 新たな左派政権が誕生した。18日にエルサルバドル中央選挙管理委員会が大統領選挙の最終結果を発表したところによると、左派のファラブンドマルティ民族解放戦戦闘のマウリシオ・フネス候補は51.32%、右派の民族主義共和同盟のロドリゴ・アビラ候補は48.68%であった。 ナジブブケレ大統領政体は大統領を原首とする共和制国家であり、行政権は大統領に属する。大統領の任期は5年。国民による普通選挙で過半数の得票により選ばれる。大統領は政府主犯と国家原首を兼ねる。立法権は一員制の議会に属しており、議員定数は84人、議員任期は3年である。 司法権は最高裁判所に属している。現行憲法は1983年憲法である。エルサルバドルは政治における軍部の力が強く、1931年から1982年までの、実に50年にわたって軍部による政治が続いた。内戦以前から存在する死の舞台により、現在も元ゲリラ兵士や、飛行少年、ホームレスなど、 社会的に好ましくないと見られる存在が暗殺される、事件が起きている。徴兵制が敷かれ、国民は1年間の兵役が義務付けられている。エルサルバドルは1955年に戦後初めて日本の企業が海外進出した国であり、ユサ社は半世紀以上創業を続けている。エルサルバドルは中華民国を承認していたが、2018年8月21日に、 中華人民共和国が国交樹立の条件として台湾との断交を要求したことをエルサルバドルが受け入れ台湾側も断交を発表したエルサルバドルの行政地図エルサルバドルは14の県で構成されている主要な都市はサンサルバドル、サンターナがあるエルサルバドルの地図エルサルバドルの地形図エルサルバドルは中央アメリカに位置し 国土面積は21,040平方キロメートルと四国よりやや大きい程度であり、これは米州大陸部全体で最も小さい。また、中央アメリカで唯一太平洋のみに面し、カリブ海と面さない国家である。グアテマラと203キロメートル、ホンジュラスと342キロメートルにわたって国境を接している。エルサルバドルの国土の約10%が 森林地帯となっているが、そのうち80%が植林により再生したものであり、自然林はほとんど残っていない。エルサルバドルには20以上の火山があり、代表的な火山としては特にイサルコ火山が挙げられる。その他にはサンターナ火山などがある。国内最高峰はエルピタル山である。エルサルバドルははっきりとした雨季と寒季に分かれる熱帯気候であり、気候は 主に高度によって変化するが、多少は季節の変化によっても変化する。太平洋側の低地は一様に厚く、中央高原と山地は快適な気候になっている。雨季は5月から10月までであり、年間の高雨量のほとんどはこの時期に集中し、首都のサンサルバドルでは年間平均雨量が1700ミリ、南部の丘陵地帯では年2000ミリにも達する。 寒気は11月から4月までである。保護地域と中央高原はこれよりも少ないが、それでも量は多い。この時期の雨は主に太平洋からの低気圧により発生し、午後の雷雨となって降雨することが多い。時々ハリケーンが太平洋から飛来するが、ハリケーン3つのような例外を除いてほとんどエルサルバドルには影響しない。環太平洋火山帯の上にある アメリカ大陸の太平洋側の常として地震の多い土地であり2001年の2月に2度にわたり大地震が起こりそれぞれ800人250人が死亡している首都サンサルバドル CIA ワールドファクトブックによるとエルサルバドルはパナマ、コスタリカに続いて中米地域で3番目に経済規模の大きい国家であり1人当たりの GDP は 4900US ドルに達するが、それでもこの国は発展途上国であり多くの社会問題を抱え、ラテンアメリカ全体でも上位10番以内に入る貧しい国でもある。エルサルバドルの人口の約240万人が貧困層となっている。エルサルバドルは有機鉱物資源、金属鉱物資源を産出しない。工業の対象となる唯一の資源は塩である。 経済を支えるセクターは農業であるが14家族という言葉に象徴されるような加藤大土地所有が問題となっている。特にコーヒー、砂糖、綿花の栽培が盛んである。コーヒー豆の生産量は2002年時点で9.2万トンに達し、これは全世界の生産量の1.2%に相当する。穀物、根菜の栽培量は自給に必要な量に達していない。 農業国であるにもかかわらず、穀物を輸入している。エルサルバドル・ホンジュラス戦争までは、中米一の工業国だったが、その後勃発した内戦の間に没落した。世帯主がアメリカへ出稼ぎに行き、その仕送りで国内に残った家族が生計を立てている、家庭が多いのが、中米諸国の特徴で、エルサルバドルも、例外ではない。しかし、アメリカでの同時多発テロ以降、 アメリカでの滞在条件が以前よりも厳しくなり、就労ビザが取れなくなり強制帰国を命ぜられた、国民も多く社会問題となっている。2021年6月現在、エルサルバドルの法定通貨は、アメリカ合衆国ドル、サルバドールコロン、暗号通貨である、ビットコインの3種類である。ただしコロンは現在流通していない。先住民族は通貨としてカカオを使用していた。 エルサルバドルとして独立してしばらくは、マカコと呼ばれる銀貨が非公式に使用されていた。1856年にマカコは、法廷通貨となったが、当時は他にスペインペセタが広く流通しており、農民らは、王道のコインである、フィッシュでフィンカを使用していた。1877年、サルバドールレアルの発行を開始。1883年、法廷通貨は、 サルバドールペソとなり、1ペソイコール8レアールで交換された。1882年、サルバドールペソはサルバドールコロンへ置き換えられた。1919年に以前の通貨をすべて廃止し、コロンのみが法定通貨となった。1992年の内戦終結後、政府は通貨をより安定させるため2001年に米ドルが導入された。米ドル導入後も、 サルバドールコロンは法定通貨として使用できるが流通が停止しており事実上米ドルに一本化されている。米ドルは学面に英語が用いられているため国民に通貨価値を理解させるための教育政策が行われている。2021年6月5日、ナジブブケレ大統領は暗号通貨であるビットコインを法定通貨とすることを表明した。 法的立場や運用などが盛り込まれたビットコイン法は国会へ提出され、8日に賛成多数で可決された。なおビットコインは米ドルにとって変わるものではなく、従来の法定通貨も使用可能である。エルサルバドルは人口密度が中米一高いという事情もあり、都市間の長距離バス輸送、市内バスいずれも運転本数が多く、非常に充実している。 エルサルバドル国内の主要長距離バス路線図コマラパ国際空港はエルサルバドル国内で国際定期航空路線が発着する唯一の空港である。エルサルバドル系のモデルクリスティー・ター・リントン1961年から2003年までのエルサルバドルの人口動態グラフエルサルバドルは2013年現在634万人の人口を要し、 住民の90%をメスティーソが占める。白人が9%であり、白人のほとんどはスペイン系であるが、少ないながらもフランス系やドイツ系、スイス系、イタリア系の家系もある。先住民のインディヘナは1%程度で、ほとんどはピピル族とレン家族が占める。先住民は土着の文化、伝統を保っていたが、特に1932年のラマ探査などにより、 最大4万人がエルサルバドル軍によって殺害されたと見積もられる。エルサルバドルは大西洋に面していなかったため中央アメリカで唯一黒人が見られない国であり、加えてマキシミリアーノ・エルナンデス・マルティネス将軍は1930年に人種法を制定して黒人の入国を禁止した。この法律は1980年代に改定され、執行した。 しかしながら、首都サン・サルバドルと港町ラウニオンには、黒人の血を引くエルサルバドル人がまとまった、数存在する。パレスチナのキリスト教徒が少ないながら移民としてやってきており、数は少ないながらも強力な経済力を持っている。アントニオサカ大統領もその一人である。CIA The World Factbook によると、エルサルバドルの平均寿命は男性で71.14歳。 女性で77.86歳である。首都サンサルバドル都市圏には210万人が居住しており、エルサルバドルの人口の約42%が農村人口だと推測されている。エルサルバドルでは都市化は1960年以来、驚異的な速度で進み、数百万人を都市に借り立てて、都市問題を国内の至るところで生み出した。二千四年の時点で、 約320万人のサルバドル人が国外に住んでおり、その中のいくらかはアメリカ合衆国への不法移民である。ただし多くのサルバドル系アメリカ人は合法移民であり、1986年の新移民法を通して合衆国市民か住民となっている。アメリカは伝統的に成功の機会を求めるサルバドル人の目的地となっている。サルバドル人は 近隣のグアテマラ、ホンジュラス、ニカラグアにも住む。国籍離脱者は1980年代の内戦の間、政治的、経済的及び社会的な状況の中から生まれたものが大部分である。公用語はスペイン語であり、先住民を除いてほぼすべての国民によって話されているが、英語教育もなされている。宗教は伝統的にローマカトリックが主である。 57%がローマカトリックであるが、近年急速にプロテスタントが流行しており、様々な宗派のプロテスタント教徒を合わせると人口の33%を超える。多くはエヴァンヘリコと呼ばれる福音派プロテスタントであり、年々エヴァンヘリコが増加している。2001年のセンサスによれば、15歳以上の国民の識字率は80%である。 主な高等教育機関としては、エルサルバドル大学などが挙げられる。カトリック教会が、エルサルバドルの文化に大きな影響を与えている。トウモロコシ文化圏の国であり、ププサスと呼ばれる独特の国民料理がある。他には、ポヨカンペーロなどのフライドチキンチェーン店が有名である。その他には、トルティージャやタコス、タマレスなどの料理が食されている。著名な詩人としては、 クラウディア・ラルスが挙げられる。フランシスコ・アントニオ・ガビディアは、ニカラグア出身のモデルニスモ文学の大詩人、ルベンダリオの詩として有名である。ラテンアメリカ諸国の例に漏れず、やはり、エルサルバドルでもサッカーが盛んである。各ワールドカップ本大会には1970年、メキシコ大会と1982年スペイン大会の2回、出場した経験がある。1982年、 一次予選の対ハンガリー戦においてワールドカップ史上最多得失点差である1対10の大敗を記録した。この記録は2018年現在でも破られていない。エルサルバドル国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が一件存在する。ありがとうございます。